どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それと今日は特別ゲストに来てもらってます。じゃあ登場していただきましょう。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。首大丈夫ですか。大丈夫です。ギリギリグリーンになってるんだけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。接しやすい。接しやすい。接しやすい。はい。で今日はなんですけど、はい、ソフトテニスやったことありますか。全くないです。ない。全くないですか。体育の授業で、うん、ぐらい。あ、ちょっとじゃ持ったことある程度。ラケットは持ったことあるし、あのふにゃふにゃの球は。ボール気持ちいいなっていう。あーボール気持ちいいなぐらい。ボール気持ちいいなぐらいの感想です。そういう人たちに、うん、ぜひ、まあ、僕のチャンネル結構ソフトテニスやってる人が出たりって結構当たり前なんですけど、うんうん、やっぱこう YouTuber の方がこう遊びに来て、うんうん、ソフトテニスをやってもらうってことがやっぱ嬉しいんで。初めてですか。初めてです。ソフトテニス YouTuber はありますけど、こう全くやったことない YouTuber さんが遊びに来てくれるっていうのはすごい嬉しいことです。うわ嬉しいですよね。楽しみ楽しみ。来たら服。え寒そうじゃん。いや今日はテニスやるって言うんでちょっと意気込んできました。じゃあおかしいだろニット。確かに。なんでここ温まろうとしてるんだ。頭だけは。あそうだ忘れてたんですけど、はい、ちなみに、ね、いつもの挨拶みたいな。いいんですか。あ、僕たちのですか。やってもらっていいですか。はい、せっかくなんで。いきます。お願いします。プリットチャンネルハロー、サスケです。アウォーキングリズム。おいいっすね。あの画面の中の人たち。あ、いやいやいやあゆ太郎さんもね、今日見たかったんですけど今日にかけて忘れちゃう。これ結構言われるんですよ、コメントで。ないんだもん。で今日なんですけど、はい、何をやってもらうかっていうと、じゃん、こちら。結構まあ僕の動画内でもペットボトル当てゲームっていうのをよくやるんですよ。手品ですか。手品じゃない、手品じゃない。手品みたいなもんすね、もう。いやいや、違うでしょ。で、これを、まあ、当てるゲーム。当てる。はい。これはまあ、サーブってあるじゃないですか、テニスの、はいはい。サーブを打ってもらって、で、向こう側にこれを置いて、当たる。いやもう打ち方なんでもいいんで、もう。なるほど。倒したもん勝ちなんで。倒したもん勝ち。ど素人ですよ。大丈夫です。気持ちです。その運動好きなやつ大体そう言うんだよ。急に体育会系持ってきてるから。そうそう。ってことでじゃあいいですか、ね、これ当てた人なんかあるわけですね。なるほどね。じゃあこれもうじゃあ2人がどっちかがもう当てたらあゆ太郎パーカープレゼント。おお、めっちゃ嬉しい。絶対いらないでしょ。欲しい。絶対いらないでしょ。だって YouTube のバッタモンでしょ。いやってことでじゃあいいですか、はい、やっていきましょう。よっしゃ頑張るんだ。あゆ太郎チャンネル。でも俺1回でいった気がする。ちょっとじゃあ1回まずいいですか。あの腕試しでどんなもんか初めてのサーブスだって。はい、上から、はい、どう。何でもいいですよ、もう打ち方。あ、マルチなヒンギス中でいいかも。いいな。なるほど、わかりました。滑りでしょ。あら、幅張りすぎる。結構普通にうまい。幅張りすぎるんだけど。普通に、なんかしかも当たりそう。コツあります。コツはもう、面をあそこに、いやまあ、ホームでも決めたいように、面をあそこの直線上に結んで、うわ、当たる。どっちよこれ。うわあうわあうわもうゲーム終わりって感じだった今。危なこれをちょっとちゃんとこうやるサーブソーすごいすごい。今のこうやってあれは今入れに行くサーブ。面でやってみた。あの直線上に結んでまっすぐ出すから。うわっ、なんだっけんな。なんだよ、今当たりそうだったよね。今当たりそうでしたね。めっちゃすごかった。でも当たっても倒さなきゃいけない。そうですね。多少水入ってるんで。あ、真似から。やってるじゃん。やってるじゃん。うわー、いやでもサーブうまいっすね。おあー方向よかった。めっちゃ当たりそう。分かった気がする。入って。うわ。ワンバウンドだ。うわ。いや当たりそうだなんか。うわ。当たりそう。うわ。うわ。ああ方向いい。おいおいおい、急に距離は今どうしました。距離をね、距離を、あとは方向。ほら、当たりそう。ほらマジか。うわうわうわ、音がいいかなった。
そもそも打つときに足入ってますから細かい厳しいだろ。あれに当たっても意味ないですよ。サーブで当てるんだから。全然見てなかった。ほんまファールですか、こいつ。だから相手のサノン見てました。出ないよ。うわー、危ねー。あと、あ、なんかでもいい感じ。おお、惜しい。運転手はカメラ向けてくれたのに。距離は合ってる。距離はね、距離は。声出してよ。絶対当たんねえじゃない。ふざけんな。お、逆に当たりそうという。うわぁ、わぁ当たりそう。わかった。コツを掴んできましたよ。何しに来たの。今行ったと思った。あっ、うわぁ、惜しい、惜しい。どこがちい。今分かった気がする。ラケットの音だから。今分かった。はい。疲れてきちゃったよ。おっ、マジか。当てたー。イエーイ。おっ、マジか。当てたー。イエーイ。急に来た。やばい。よっしゃー。喜び方いけてなかった。その辺までジャンプしちゃった。マジか。いきなり来たの、絶対当たんないと思ったら。ちゃんと見てなかった。見てなかった、見てなかった。マジか。うわ、次あのカメラに当てればいい。いやいやいや、よっしゃー。やば、鳥肌立ったよ。一番びっくりしてるじゃん。そんな、すげえ喜んでるじゃん。まあ、よかったね、パーカー。え、パーカー。うわぁ、やった。あゆたろうチャンネル。はい、お疲れ様でした。マジかぁ。まあ、でも、すごい喜んでましたね。嬉しくない。とてつもないジャンプ力を見せてましたね。ありがとうく重いな。どういうこと。言うたら、その編集で当たったようになってるんだから。いや、本当に当てたじゃん。うまかったね、意外と演技が。ね、当てた時の。うますぎる。やばいよ。ということで、まあ、せっかく当てたんで、まあ、じゃあ、アイタラパーカーを。マジ？今じゃないんで、あの、ちゃんと送ります。あ、高いらしい、うまそうなの。ってことで、今日の動画この辺で終わります。はい、ありがとうございました。この動画がいいねと思う方は、グッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方も、グッドボタンお願いします。ってことで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。バイナーですよね。バイナーです。はい。あらした。よし。すげえマジで当てた。イエーイ。おい、なんかムカつくからって。これ取っとこう、一応。もし当てたら。本気。本気サーブ。うわ、何キロしてんの。うわ。公式の人のサーブはやっぱ伸びが違う。今軟式ってなんか何が違うんですか。サーブがあるんで、なんか特有のサーブがあって、これしか跳ねないです。